今日の動画は短期間に詰め込む俺らの大人気企画。いろんな街に存在する思わず二度見してしまうような下ネタ看板を紹介していくぜ。前回人気だった H なお店の看板も紹介してるから最後まで要注目だぜ。この企画が何回もできているってことは、街中にいっぱい下ネタ看板があるってことだから日本ってやばいよな。やっほほー、どうもコテゾーです。そしてチビゾーです。というわけで今回の動画は俺らの大人気コンテンツになり上がった街に存在するいろいろな下ネタ看板や H なお店の激ヤバ看板を、いっぱい紹介していこうと思うぞー。やっぱり日本という国は下ネタで成り立ってるんだよ。ここまで短いスパンで開催できるとは俺も思っていなかったぜ。やっぱり下ネタ大好きなチャンネルだから需要に応えないとな。そんなわけで今日は H なお店の看板や下ネタ看板を紹介するからみんなの身の回りにある下ネタ看板とかがあったら、コメント欄で教えてほしいぞー。というわけで前置きは終わり。それでは本編行こう。というわけで本編に入っていこうと思うんだが、今日も例のごとくサクサク紹介していくからみんなの好きな看板があったらコメントで教えてくれよな。それじゃあ早速1枚行くぞー。まずはこの看板だ。みんなが大好きなお店の看板だ。おいおい、これって前に紹介してたやつじゃねえか。さすがに2回目の紹介はみんな飽きてるぞ。そうだよな。しかし俺は次の看板を紹介するためにこの看板を最初に紹介させてもらったぞ。次の看板に繋がる看板だと。そんな伏線看板があるのか。その看板というのが、同じお店の看板だぞ。これが別時期の同じ店の看板だ。この店はスケベしかいないんだろうな。これを広告として看板にする勇気もすごいぜ。よく街から OK が出たと思うよな、この出来栄えは。もし車とかで通ったら 100% 二度見するから危ないぜ。確かに車通りが多いところにこの看板があったら事故多発ゾーンの悪魔になるだろうな。この会社はまだまだ際どい看板を作っていたぞ。パリオリンピックも近いということだな。夜の晴天ってなんだよ。てかパリオリンピックは夏季だからスキージャンプはないだろ。もうここまで来たらこの会社が言っていること全てが下ネタになってしまう可能性も出てきたぜ。そりゃ夜の晴天ってだけで下ネタに聞こえるからなかなかのセンスを持った人が働いてるぞこれは。じゃあこの会社ラストの看板紹介だ。亀さんが頭でぶつかってる謎の看板だぞ。はい、これは完全にやりに来ていますね。全く意味がわからない画像なのにこの会社だとしっかり下ネタになるってどうだよ。この会社の看板は変に下ネタを挟むんじゃなくて、もうがっつり盛り込むのがコンセプトらしいな。それが令和にそぐわないけど、俺たちはそういう看板大好きなんだよ。いろんなこと言ったけどもっとこういう看板を増やしてくれ。というわけで今日はこんな看板を延々に紹介していくから最後まで付き合ってくれよな。そんじゃ次の看板に行こうか。みんなが好きそうなご飯屋さんだぞ。マジで今日の動画の先が思いやられるぐらいしょうもないな。てかみんなが好きそうってなんか失礼だろ。ちなみにこの店名は多分なんだが、方言とも言われているぞ。この方言を使う人がいたらどんな意味か聞いてみたいぜ。じゃあこの方言を日常生活で使うってことか。ほうほう、興味が湧いてくるな。それじゃあこんなスケベは置いて次の看板行くぞ。車に立てかけられた謎の看板だな。車にこの立て看板はそういうことだろ絶対。もう俺たちからしたら何を言おうとも想像してしまうぞ。絶対よからぬ想像してしまうのは男の本能ってもんだよな。俺も営業してるってすぐ想像してしまったぜ。コテゾーの言ってることがまともなのはわかるが、俺らの心の汚れ具合がよくわかってしまったな。どういうことかよくわからんが次の画像行くぞ。多分そういうホテルの看板だ。何おしゃれな言い回しで決めてるんだよ。確かしそうだな。って思ってしまった俺もちょっと恥ずいぜ。まあ急に泊まれるホテルって言えばピンク系ってよからぬ想像をしてしまった俺もスケベなのかもしらないぞ。それじゃあ次の看板はこれだぜー。老人会の名前かもしれないな。コテゾーはどういう神経してんだよ。ほのぼのって。行くときは突然だろ。よりセンシティブにする発言をするんじゃねえよ。結構がっつりした下ネタでびっくりしたぜ。けどほのぼのってなんか下ネタに似つかないワードだからアンマッチ感が面白いな。そんじゃあ次の看板に行くぞ。これだ。誤字のせいで下ネタっぽくなってしまった看板だぞ。オナしてますって響きがもうあれっぽいぜ。でもこれにも反応してしまうのはさすがにヤバいか。これに反応できる人は上級者だな。俺も最初どういうことかわからなかったぜ。意味がわかると下ネタな看板。興味深いぜ。それじゃあ次の看板行くぞ。どこかで見たことある案内所だな。圧倒的こち亀感が半端ないな。てか左上に、こち案って訳してるから確信犯だなこれは。こういうパロディーしている店名って何度見ても面白いんだよな。
前の動画でも H なお店の看板を取り上げてるからぜひ見てくれよな。そんなみんなに H なお店の看板を見せてくれよ。特別だぞ。それじゃあ少し H な店の看板ゾーンに突入だ。開かれてしまったらしいな。某ガチャピンとムックがこんなところに。これは普通にオリジナルからお叱りを受けてほしいな。確かにこれはさっきのコキアンと違ってそのまんまだもんな。こういうので怒られた事例とかあるのか気になるところだ。ガチャピンとムックの色だけ入れ替えやがって。それじゃあ次の H なお店看板だ。ただ H なお店の看板だ。それじゃあダメだよ、危ないことするな。なんかのパロディーとか面白さがあるから YouTube で紹介できるんだよ。俺は何のパロディーとかは知らないんだが、リスナーさんの誰かが知っていたらコメント欄で教えてほしいぞ。打力本願チャンネルスタートしてしまったぞ。一旦 H なお店ゾーンは終了するが、この後もポンポン出てくるから最後まで見逃すなよ。それじゃあ次の看板だ。みんなが卒園した幼稚園だな。お地蔵はなんで俺たちをロリコンとして仕立て上げるんだ。毎回この企画の最後、ロリコン認定されるんだよな。けどこの看板結構雰囲気あって怖いよな。ホラー映画に出てきてもおかしくないぜ。雰囲気はあるけどホラー映画に出てきた幼稚園の名前がこれだったら一気に雰囲気爆発しちまうだろうな。ちなみにこの看板は高額で売られていたぞ。そんじゃ次の看板だ。アキスの注意喚起だぜ。なんで注意喚起がここまでセクシーなんだよ。やっぱり日本って本当におかしい国なんだな。これでアキス被害がどっと減る未来が全く見えないもんな。多分この看板のネタ会議は深夜に行われたんだろ。まあ目が行くことは間違いないんだけどな。それじゃあ次の看板だ。ルパンのセクシーキャラだな。またバカが作った看板を見つけやがって。こんなの小学生が思いついて笑うぐらいの出来だぞ。それをしっかりとみんなが見えるところに掲載するという経営者はさすがとしか言いようがないな。経営者ってかっこいいイメージあったけど変な人も多いんだな。ここにはぜひ行ってみたいぜ。そんじゃ次の看板に行こうか。今日からみんなもサワリーマンとして生きていこうな。名前の響きだけで普通に罪の香りがするぞ。よくもここまで IQ を落としてネーミングできたな。でもこれは H なお店命名ランキングだとそこまで上位の方じゃないと思うぜ。なんだその気持ち悪いランキング。凝った看板を見てきた俺らも目が超えてきたのかもな。変なところが超えちまったぜ。よし、次の看板だ。宇多田ヒカルだ。ついに作品名じゃなくて人名にまで手を出し始めたか。これはさすがにひどいぞ。しかもちょっと、ヒカルの部分をもじるのかと思いきや、ただ下ネタを詰め込むだけという。早く宇多田ヒカルさんに怒られてほしいぞ。それじゃあそろそろラストスパートだ。次の看板に行くぞ。下ネタ食堂だ。日本男性なら反応してしまう二文字を堪能できるとは。これこそ二度見必須の看板だな。中国料理店だと思うが、やっぱり俺たちは反応せざるを得ない体になってしまっていたんだな。多分中国語とかで意味があるんだろうから強く突っ込めないのもなかなかだぜ。よし、次の看板はこれだ。金物だな。次勢が訳したらヤバいお店みたいになるだろ。てかもともと救いようのないぐらい下ネタチックなんだけどな。1本単位で売ってるから気になったらすぐにでも買えるのありがたいよな。1本でも相当俺らからしたら大事なんだけどな。はいはい、次の看板だ。俺たちのリスナーのクマだな。こんなスケベアを抱えてるのが誇らしいぜ。片手にティッシュを持ってるのも意味深だな。ブリーフが似合うクマ、ちょっと可愛いぜ。はい、次の看板に行こう。半沢直樹も H なお店の餌食になっていたぞ。これはなかなか頭の悪い下ネタだ。こういうのが俺らの糧になるんだよな。さっきからしょうもないとか頭の悪いとか言ってるけど、今日の企画内容的にめちゃくちゃ褒め言葉だよな。そうだぞ。下ネタなんかバカな方がいいんだからな。よし、それじゃあラストの看板紹介に行こうか。機関車の時代は終わったぞ。今日一番頭の悪そうなトーマスが来たぞ。やっぱり下ネタは世界を救いそうだな。というわけで今回は街に点々と存在する下ネタ看板についての動画をお送りしたぞ。こういう看板を俺たちでも出したいと思ってしまったな。しょうもないことを考えるのは得意だぞ。みんなが考えるしょうもない下ネタ看板とかがあったらコメント欄で教えてくれよな。じゃこの動画は終わり。じゃあな。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価も喜んだぜ。